どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新しいパックで登場したレアリティ R のカード、皆さんこのエンジェルトランペッターというモンスターはご存知でしょうか。これね結構強いんですよ。このモンスター強いんですよ。通常モンスターなんですけども、レベル4で通常モンスタープラスチューナーで打点が1900あるっていう、これねすんごい強くて、まあ、例えば予想外とかで出したりとか、まあ、単純にそのエンジェルトランペッターを墓地から除外してイージーチューニングをするとシンクロモンスターの打点が1900上がるっていう破格の性能をしてるんですけども、もっとやばいことがあって、これね植物族なんですよ。これリンクスにはですね、あの墓地より芽吹くものっていう最強のスキルがありまして、ダークバージャーを墓地に置いておけるっていうスキルがあるんですよ。これで何が言いたいかっていうと、ダークバージャーって植物族チューナーが、召喚に成功すると墓地からこいつが蘇ってきますね、自分の効果で。だからこいつ1枚で6シンクロができるんですよ。エンジェルトランペッターを召喚するだけでダークバージャーが墓地から蘇ってきますんで、42で6シンクロが手札1枚でできちゃうっていう、これね革命なんですよ。これめちゃくちゃ強いんですよ。でこのギミックと、まあ、手札1枚でシンクロできるモンスターだし、まあ例えば、ジャンクシンクロとか、あとそれからこのナチュルローズウェイプとかね、このモンスターたちを入れておくことによって1枚でシンクロしながらバックを、まあ、多くいっぱい構えておけるっていう、要はシンクロビートみたいなね使い方ができるんですよ。結構ね強い。やっぱその罠魔法罠が結構強いじゃないですか、この辺の。まあ、強い魔法罠しか入れてないから、まあ、めぐるとか、まあ、金底とか、これイージーチューニングとかね、ガーディアンの時間もまあ一応ピン差ししてるんですけども、こういうカードがすごいやっぱ強いから、だから手札1枚でシンクロして、バックをがっつり厚く、構えるっていう。これね、結構ね、強いと思うんだよね、この戦術時代は。うん、リンクに合ってる。で、シンクロ召喚をしていくモンスターたちが、やっぱ5-6シンクロが汎用的な、に強いモンスターを入れておけばいいんですよ。だからまあもちろん5はアルマレスですね、基本的には。で6だったら、ブリューナク、そして、それからこれデーモンの将来ね、これ先行で立てれると強い。まあ、なんでかっていうと、これ対象に取られないので、対象に取ることができないんで、このモンスターは。なので、結構ね、先行で立てると強いんですよ。で、あとはその5した後に、まあ、チューナー引いて8とかもいけるんで、なんで一応、まあ、例えば打点手とかね、打点手とかの その守備表示モンスターをバーンって一掃できるようにレモンとか、それから、やっぱり破壊耐性のある、先行力スターダストと、こういうモンスターを入れていくという感じですね。結構ね戦術的には結構分かりやすいし使いやすいとは思います。ただちょっとね、若干その魔法罠とあとジャンクシンクロンっていう、カードたちが結構やっぱ廃課金ゲーなところあるんで、ちょっと若干ここ組みにくいかなと思うんですけど、結構ねこれね、ジャンクじゃない、エンジェルトランペッターと墓地の芽吹くものっていうこの組み合わせ結構強いんで、よかったらね皆さんもね使ってみてください。それでは早速デュエルいきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、アープかりは BF か、 OK、 対戦よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。デュエル先か、まあ先行高校ワンキルされねえだけいいか。ちょっとチューナー引きたいね、基本的にね。今ね、今チューナーモンスターが7体入ってるんですよ。なんで80数%ですね、多分。まあ、高校だと多分 90% ぐらいあるのかな、わかんないけど、まあ、そんぐらいあるんですよ。ただやっぱ、5回くらいやると1回くらいはチューナー来ないっていうパターンがあるんで、ただ8枚にとか9枚にすると今度はそのチューナーばかりが来て、魔法トラップがあんまり引けないっていう問題になっちゃうんですよね。これこのデッキ何が強いかっていうと、1枚でシンクロしてバックを3枚構えれるっていうところが強いんで、だからあんまりチューナー入れすぎても弱いんですよね。これが難しいところ、非常に。はい、まあ、岩戸みたいなもんですわ。岩戸みたいなもん、岩戸引いてなんかバックいっぱい構えるみたいなもん。ちょっとさ、ブラックバードクローズやめない、ブラックバードクローズとかいうさ最強カードやめて、これ。うわー、ブラックバードクローズだこれ。うわ、うっぜーこのカード強すぎなんだよマジで。このカードマジで頭おかしいだろ。まあしゃあないか、しゃあないよね。でセットエンジンやった、
ブラックバードクロード強すぎなんだよね、このカード。モンスター効果無効にしてブラックフェザー出すとか、もう何言ってんのみたいな感じじゃん。あー、これはさすがに底なしとくか。底なしとこう。で、底なしといて、で、攻撃力参照できず、攻撃力参照できず、黒い旋風効果無効、オッケー。まあ、それはもらいましょう。それは一切問題はない。次でチューナーを引けなかったら俺終わる。チューナー引こう。ドロッ、危ねえ危ねえ。ジャンクシンクロン召喚、ジャンクシンクロンの効果発動。いや危ねえ、ブロックバードコース もう一回やめろよマジで。あ、オッケー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 。もう使えねえかっていうか、3人でしょ、3人やから。俺ね、ブラックフェザードラゴンってね、 BF モンスターじゃないんですよ。皆さんご存知ですか、ブラックフェザードラゴンっていう名前のクセシアがあって BF モンスターじゃないんですよ、あのモンスターかわいそうですよね。カテゴリーから外されてしまった悲しきドラゴンなんですよ。セットして、ね、まあ、一旦これはですね、殴ってに行くよりも待ちますか一回。あれ邪魔でシンクロできないもんだでしょ多分。あれ、あのブラックフェザードラゴンだろ、そこらへんされてるやつ、これ殴るしかないんですよ多分。それはカナディアもう魂でシンクロを阻止していこう。もうひたすらにシンクロさせないっていう方針でいこう。 OK で、ゲイルは次処理しないといけないか。バードフェイズ OK で、ダメして、まあ4000だから、まあ取れ、一発清掃か、一発清掃の方がいいか、一発清掃だな。清掃打って、で、相手の打点下げて、これもできるの強いんですよね清掃って。結局だから、まあアルマレス立ってても3100までのモンスターであれば処理できると。3000までか、だから実質で、こっち殴って、はいはい、オッケー、歌終了陰キャ、スーパー陰キャ魔法トラップでひたすらお前のシンクロは止めていくぞ俺は。さあ何が来る、お、ゲイル決戦プ、落とし穴落とし穴ドッキリしていく、ゴリゴリと落とし穴でドッキリしていく。で、これ出していく、これ殴るか殴んないかむずいね。これ穴埋まってるでしょ、もうちょっとなんかさ、魔法トラップカードとか貯める、魔法トラップ貯める説ある。これさ、そこらしで2枚埋まってんじゃん今。だからこれもうちょっとこっちのハンドが強くなってからでいいんじゃない殴んの。でもこれ2個さ、あ、え、あ、そういうことしちゃう、そういうことしちゃいます、そういうことしちゃう。なるほど、ですね、まあしょうがないわ、白っ子でクリス持ってくる、オッケー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 。シンクロされないならまだいいわ、そこは失礼わ無限に。で、何が出てくる、ゼプロス効果、あーなるほど、ゼプロス効果で、あ、そっち戻すんだ、底なしされてる方を戻すことできないんだっけ、確かできたような気がするんだけど。で、400ダメージ受けていく、オッケー。で、白っ子効果で攻撃力をこのモンスターに集約していく、で、貫通も得るよね、確か白っ子って確か。バトルフェーズ、オッケー。どっち投げてくるかな、そっちか、まあダメージで入るか、ダメージ入ってアルマネスで打点下げてぶち込んでいく、オッケー。で、あいつを返して投げればいいから、で、帰ってくる、オッケー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 。イージーチューニング、あ、これか、イージーチューニング欲しいな、そろそろイージーでチューニングしたいけども、そうですね、とりあえずバトルしましょうか。で、これでぶん投げていきましょう、オッケー。2300、あと1000、あと1000だ、でかい、あと1000はでかい、あと1000はでけえ。で、次出してきたやつはカナディアしよう、旋風オッケー、いいでしょう。次出してきたやつはカナディア、もう絶対新規をさせねえ、今のところ相手に新規を一回も、あーシムーン、ね、一回シムーンはいいか、シムーンはいいわ、シムーンは別にええわ、シムーンはさせたるわ、はいはい、ブレイズね、オッケー。 で、まあ、特殊召喚してきますよ、チューナーを、オッケー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 これ陰キャすぎない、オッケー。で、バージェストもカナディアの効果発動、お前を裏側にしていく、これが遊戯王デュエルリンクスだ、カナディアそこらし環境って言っただろ、おらーおらー
何が楽しいんだこの遊戯王が。対戦ありがとうございました。さあ、相手の方、不動優勢くんカニ頭さんですね。よろしくお願いします。3倍。いやちょっと中泣きすぎ、中泣きすぎ。でもエンジェルトランペッター1枚からシンクロできるってやっぱ強いですよね。あのこれは OCG にはない、リテンだと思います。先行1ターン目からエンジェルトランペッターでデーモンの将来を出せるっていう。リシタム OK だろ。あー打点しか、ちょっと若干バックが、ね、弱いんで今ちょっと若干それ不安ですけどね。レモン出せれば打点しはマジで本当ゴリゴリ押していけるんで、はい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 、いいですよ。レモンのね、あの3000で守備表示全部殺すっていうね、あの効果めっちゃ強いから打点手相手にはレモンしか出さんっていうのが結構定説みたいなのがあるんですけど、追放 OK。 何を察知するかですね。あとは打点手もね、結構その上手い人となんか下手くそな人とすげえ強さ分かれるんで、あ OK いいよ。結局打点手って上手い人が回せば絶対勝てないけど、なんかそこら辺のモブが使ってても口悪いけど、口めっちゃ悪いけど、俺みたいなモブが使ってもね勝てるんですよ多分普通だったら。けど上手い人が回すとマジで勝てねえっていうありますよね、打点師って。 OK これマジあるあるじゃない。俺みたいなモブが使っても打点師全然勝てねえけど、なんか上手い人に使われると絶対逆に勝てないっていう。なるほど、追放と階段しかないと。うん、なるほど。一回ちょっとトランペッターから行きます。トランペッターから行って、ちょ中泣きすぎなんですけども、中泣きすぎ問題結構辛いんだよねこれ。でこうする、これあれか、レモン出すんだったら3回の方が良かったか。ちょまあいいや。ですね、あーこっち、いやどっちでも同じだな。別にどっちでも同じか、どっちでも同じなんだけど、デーモンの将来がいいか。一応対象に取ることはあのカードがあるんで、一応そのディザイアっていうね、ライダー天使はだから、まあ、ディザイア対策 にはなるかな。デーモンの将来はなんだかんだやっぱディザイア効かないと結構強いから。デーモンの将来対象に取れないんですよこのモンスター。デーモンの召喚として扱い、自分のフィールドのデーモンの召喚は対象に取られませんよっていう効果持ってるんですけど、まあ、こんだけ魔法タップ入っててさ、中内4枚くるって何事何事これ、これ何事だよ、ふざけんなよ。それはいいわ、それはいいわ。でまあ追放でサーチしてくるのは、ディザイアとかでもいいや、別に問題ねえわ、それは全く問題ない、いいだろう。さあ優勢どうする。2500っていうクソザコモンスターしか立ってないで、お攻撃表示きた、殴ってるか。まあちょっと多分チェーンあるのは分かってると思うんで、絆の力、お絆打天使、謎すぎ、どういうこと何事、打点式、あの打点は確かに多分強いか、3100っていう、確かに意外と3000打点とか超えられませんからね。粉砕打点使の代用みたいな感じか。バトル OK、 バトルフェイズ OK、 どれから殴ってくる、あそっちから OK、ダメステップめぐっていくもうこれで開始、あいつ殴ったら勝ちやろこれは甘えでは、これは打点石側、これ甘えでは、これは甘えでは、はい400ダメージ、はいいいですよ、3100もらいましょうやっぱ打点石って弱いわ、打点石ってやっぱモビが使ってたら弱いわこれ多分。はい、で帰ってくるよ、俺帰ってくる、いい、帰ってきますけどいいですか、自分あっすーえ殴ったら勝ちなんですけど、ありがとうございます、なんですけど、親族ないですよね、親族ないことに確認すれば一応削りすぎ現金ですよ自分のライフを。対戦ありがとうございました。さあお相手の方、クジャッキーストリングスさん、よろしくお願いします。デル3倍。 BF 多いな、 BF 多いなVF にね高校取ってるのは結構あのこれプレイングうまいですよね。私どうですか、遊戯王がうまい人はね BF ブラックフェザー相手にね高校取るんですよ。ブラックフェザーじゃねえじゃないか、ふざけんな、なんだこれ、ちょっと来た、あハーピー、なるほど、普通にハーピーか、普通にあネオスハーピー、ハーピーネオスみたいなやつか、はいはいはい、なるほど、やべえ、ちょっとブラックフェザーかと思った、すまん
最近マジでこの女ブラックフェザーしか使わねえからさ、ちょハーピーの頭がねえんだわこっち。すまん、申し訳ねえ。ちょっと、まあ、どっちにしても取り扱いということですね。なるほど、何もしてもない。どうしよう、先アルマか。これ先アルマですね。ジャンク新機能を召喚し、同地のダークバージャーを蘇生。俺はレベル2ダークバージャーに、レベル3ジャンク新機能をチューニング。あまたの敵を滅するハージャの光、その化身が今ここに。新機能召喚レベル5幻想の守護者アルマです。よし、でカードをセットセットセット。さあスーパーインキャカードをいっぱいセットした。え、何これ、小伝いか、小伝いくせえな。おい、オッケー、ターン終了で小伝いは1枚からいいわ。ストレートフラッシュ、うっそーちょっと待って、ストレートフラッシュ、そしてトルネード強いな、やばい、あやばい、嘘、一瞬で負けたんだけど、強すぎワロタ、強すぎ、ストレートフラッシュ強すぎか。俺も入れよう。